こんにちは、うりさんです。日テレ系毎週土曜日夜10時から放送のドラマ真空交戦場第1話考察動画です。主な登場人物についてはチャンネル登録していただいて、こちらの動画をチェックしてみてください。さて、今回はヒント動画1話に貼られた伏線獣考察第1弾という順番で考察していきますので、最後までお付き合いください。ヒント動画、前作の大病院選挙と同様、公式ホームページの虚という部分をクリックすると謎のヒント動画を見ることができます。放送開始前に現れた英語は The Truth、 真実なので、最終回でその真実が明らかになるんだと思われます。そして1話終了後は That Comes だったので The Truth That Comes となり、直訳するとやってくる真実なので、やがて獣たちの動機やその背景が明らかになっていくのではないでしょうか。なお、ヘビに関しては大方の予想通り宮本真由さん演じる駿河先でした。なぜ駿河が獣になったのかについては別の動画で触れようと思います。1話に貼られた伏線、前回の動画で何月何日からの1日なのかがポイントだとお話ししました。優子が手術を開始した日時が1月13日土曜日午前11時頃、空港選挙まであと5分というセリフの時、管制室の時計が午後12時55分だったので、新空港選挙は1月13日土曜日午後1時に完了したことになります。なので空港選挙が完了した時、もしくは三郎が拉致された時からの1日なのかもしれません。獣は十二支を表しており、三郎もそのことを指摘していました。作中で爆死した鶴田とカモがネズミと犬なのかもしれませんが、このことに関しては2話以降の情報を待ちたいと思います。しかし干支の図柄が13体あるので、もう1匹獣が隠れていそうですよね。武蔵三郎の家族関係にも注目とあるので、武蔵二子と兄武蔵健一の失踪が関係しているともあれます。武蔵健一のプロフィールは昭和44年10月1日生まれで、現在は54歳、横浜市役所土木事務所勤務というところが鍵となっていると考えています。30年前の1994年12月24日失踪。しかし失踪当時の写真は桜井翔さんの顔を元に作られた合成写真のようなので、本物の役者さんが出てくると思えず、すでに亡くなっているのではないでしょうか。そして相関図のそれぞれのキャストに年齢が設定されているのは、武蔵三郎の家族構成に関係があるのかもしれません。最年長の三部正雄62歳がロビーで見ていたポスターはクリーンエネルギーに関するものでした。そして武蔵双葉は県会議員でクリーンエネルギー関係に力を注いでいました。人質が閉じ込められる前にもクリーンエネルギーのポスターが映っていましたよね。なのでこのクリーンエネルギーが獣たちと何か関係があると考えています。ちなみにクリーンエネルギーの種類は太陽光などの他に地熱発電、バイオマス発電などもあり、ポスターでは2050年を目指していました。そして獣たちはまた人質を人選していましたよね。三部は双葉の顔を見た途端気まずいというような表情をしていました。三部はコインロッカーから初フライトのチケットを受け取っていたので高飛びする予定だったとも言われます。なので1話の段階で謎の男とされる三部の正体はクリーンエネルギーの根拠となる数字を出した偽の教授だと考えています。県会議員武蔵双葉は身分を出した研究結果を信用し、空港建設にゴーサインを出したのではないでしょうか。それが何らかの原因で獣たちの逆鱗に触れたのかもしれません。人質の天童美香55歳と弁護士の米沢秀夫36歳の名字は山形県の地名で、竜と蛇が手首につけていたのがサクランボでした。ちなみにサクランボは山形さんが有名です。そしてサクランボは実を2つつけるので、竜と蛇にとって大事な人、例えば駿河の夫になった人に関係しているのかもしれません。
獣が選んだ人質に空港の弁護士米沢秀夫がいるのはわかりますが、建設会社社長白川勲をわざわざ選んだのが気になりますよね。駿河が不正アクセスしたのが午後14時23分。鶴田照之と加納芽衣が爆死する前に白川が黙ってろと言っていました。なので白川と米沢は鶴田と加納を以前から知っていたのかもしれません。人質たちが閉じ込められたのは4階にある VIP 専用ラウンジ。天童と秘書の宇和島健介45歳がひそひそ知っていたので、またもや VIP 専用ラウンジにシェルターへ通じる秘密通路があるのかもしれません。今回エミリちゃんはお友達のママが夕飯食べていかないと言っていたので、誘拐される心配はないのかなと思いました。獣考察第1弾。竜は誰だ。ウサギ年の女性。見た目や口元、駿河との身長から高橋メアリー純さん。虎は誰だ。蛇年の男性。捜査の指揮官が泉さくらになると竜に言っていたので、前作から引き続き平山博之さん。羊は誰だ。ネズミ年の女性。未来への10カウントのキレッキレのボクシングの演技から山本千尋さん。牛は誰だ。イノシシ年の女性。シャシャ楽々とはさっぱりとして物事にとらわれないということで、イメージと輪郭からララランドのサーヤさん。鳥は誰だ。ネズミ年の女性。かなり眉毛がはっきりしています。胸のペンダントが特徴。顎はシュッとしているところから山谷かすみさん。ウサギは誰だ。猿年の女性。顎のラインと爆弾を置いた女性の後ろ姿から安西聖羅さん。残りの獣考察はまた別の動画にしようと思います。チャンネル登録しないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。